さあ始まりました、うん、真田幸村様に弟子入りをして、うん、上田を学んでいく、うん、いいね上田第2回目でございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。真田幸村校の弟子となり、上田をより深く知ることで信念と勇気を持った一人前の男子になることを命ぜられた藁藤成男の二人。前回は上田城周辺を学び屋としてシェアサイクルで見学しました。もうサマーウォーズでも出ておりまして、上田市役所はサマーウォーズの、そうか、もう一回見直したいな。さあ今回は何を学ぶのでしょうか。今日は何を教えていただけるんですか。ん、何か教えてくれるんですか。僕らに教えてやる。ええ、こたびあの、はい、高い位置からこの上田の町を見てもらいたいと思う。高い位置、うん、高い位置。これビルとかありましたか。あれあれ、これあれじゃあれ、はい、じゃんじゃじゃん、太郎山。いい山、太郎山って言うんですか。あれ太郎山と申す。気になってはいましたけど、上田のソウルマウンテンじゃ。もう上田市民にしてはもう本当にもう、うん、北極星のような。そうじゃな。あの太郎山、はい、高さは1164メートルある。お、うん、高い。割と高いですね。高いけど上田市民はいい覚え方があるんじゃない。お、いい虫。嫌ですね。いい虫、嫌な覚え方ですね。いい、いい。先ほどお二人が見たあの真田石あるだろ、はい、あの大きい石、はいはい、うん、あの真田石もあの太郎山の石切り場から持ってきた、ぐらい城とゆかりがある、はい、そうですね。山なんじゃ。6トンを行くか。もう行きます。行ける。簡単じゃ、簡単じゃ。行きます。なんか行ったらな、はい、頂上まで行けたら、はい、二人に、はい、上田の宝のご褒美をやろう。さあ着きました、登山口。うん、こっから登るということですね。なるほどね。うん、いい場所ですね。いいですね。木がたくさんありますね。木がたくさんあるのが山だからね。待たせた、待たせた。お、市村様来ましたね、うん、本当にこれで登るんですか。これで登る。大丈夫ですか。大丈夫じゃん。兜はないんですね、さすがに。あれつけるとな、時期は違うが、はい、漁師に撃たれる。これが、そうか、しかと間違えられる。これがこうなるわけでね。命には変えられる。イノシシも撃たれんじゃないですか。じゃあそうやな、大丈夫かな。大丈夫か。俺は大丈夫だよ。で着替えてんじゃん、お前も。いや、まあ、一応ね、ちょっとまあ上だけね、ちょっと多分汗かくと思うから。一番着替えた方がいい人が着替えないで。わかりました。着替えたってことはあれですね、汚れてもいいっていうことですね。違います、そういうロケじゃないんです。行くぞ。何ですか。羊じゃん。じゃあ行きましょう。行こう。二人もな、一年間の修行をもとにすれば甲冑で登れるようになる。いや、別にそうならなくていいですよ。ここで太郎山について補足説明をしておきます。登山ルートは全部で13本、およそ片道1時間半程度で登山が可能です。一般的なルートは表参道コースと3人がいる裏参道コースがあります。毎年ゴールデンウィークには太郎山登山競争が開催され、多くのランナーが頂上を目指して駆け上るほど上田市民の山として、身近で気軽に登山のできる山として親しまれています。大丈夫かな。お二人、空気がだん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 薄くなる。家、そうなんですよね。まだね、気持ちいいが勝ってますけど。まだ 800m ぐらいかな、これでな。あとどんぐらいですか。1164m じゃん。 あと300m か。高いな。まだまだじゃ。絶景。